大企業に入って人生安泰なんて大間違いですよ。どうもこんにちは、滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は大企業病にかかってしまった人の末路について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。そもそも皆さんは大手の企業に対してどんなイメージを持っているでしょうか。終身雇用で人生安泰、ワークライフバランスが整っている、歴史が長いのでノウハウも溜まっていて成長できる、大手企業に対してこのような良いイメージを持っている転職者の方は非常に多いです。確かに大手企業によっては福利厚生が充実していたり、コンプライアンスの整備が整っているため、皆さんがイメージしている良い側面があることも事実です。しかし一方で、大手企業に長年所属していると恐ろしい病気にかかってしまうこともあります。それは大企業病というものです。大企業病とは、現状維持を求めて新しいことにチャレンジしない状態や、縦割り組織で意思決定のスピードが非常に遅い状態などにある企業体質や風土のことを指します。大企業病になると社員のモチベーションやチャレンジ精神が低くなり、組織の不活性化や生産性の低下などが起こる可能性があり、様々な弊害が起きるとされています。一般的には組織に対して用いられる言葉ではありますが、転職エージェントをしている中で、その大手企業に勤めている個人自体も大企業病に侵されていると私は感じています。大企業病にかかると様々な症状が出てきます。昭和や平成初期でしたら、大手企業に所属していても終身雇用のおかげもあり、外の世界ではなくその会社の中でどう活躍したら良いかを考えれば良いので、さして問題はありませんでした。しかし私だけではなく、政府をはじめ様々な著名人や YouTuber が発信しているように、今は終身雇用が崩壊し、スキルや市場価値を意識しなければいけない時代でもあります。実際に東芝やパナソニックなど誰もが知る大手企業でもリストラが実行されており、大企業病にかかった人たちも転職活動を余儀なくされています。また厚生労働省が出している年齢別求人有効倍率は40代から1倍を切っており、スキルがなければ最終職先すらない厳しい時代になっています。そのような時代の中で大企業病にかかってしまった人たちは無事希望通りの就職ができるでしょうか。答えはノーです。だからこそ、様々な転職者を見てきた私からすると、大手企業に入っていてもどう大企業病にかからずキャリアを形成するかなどの観点が非常に重要になるのです。また大企業病は何も大手企業だけがかかる病気ではありません。ニッチな業界のトップメーカーや一部地域で名の知れた中小企業など、あらゆる業態や規模でも起こりうる現象です。そのような企業に属している方にも今回の動画はぜひ見ていただきたいです。ぜひ今回紹介する事例を参考に、皆さんも大企業病にならないよう一緒にキャリアについて考えられればと思っています。それでは本編に入っていきましょう。大企業病にかかってしまった人の末路、一つ目は胃の中の蛙状態になってしまうです。大企業に就職すると、様々な恩恵を受けることができます。それは先ほど申し上げたメリットもそうですが、仕事上でも様々なメリットがあります。分業化されているので一つの業務に集中しやすい、大手の名前に安心感があり受注を取りやすい、社内にノウハウがあるので業務を任せられる人が多い、環境が仕組み化されているためやり方が明確で成果の出し方も決まっているなどです。これらにより大企業は比較的成果を出しやすい環境でもあります。しかし一方で、いざ転職をしてみると、大手の名前で売れていたので自分の営業力で売れているわけではなかった、一部の業務しかできず対応できる業務が少ないなどにより、違う環境では成果を出せない人が多いのも事実です。大企業病にかかっていない人は、このような自分の現状をしっかり理解し、転職後も転職先に適応できるようにスキルを身につけたり、大企業に所属していても副業などでスキルを磨いています。しかし大企業病にかかっている人は、これらの恩恵をすべて自分のスキルが高いからだと思ってしまうのです。その結果、大企業は年収も恵まれているケースが多いため、市場価値換算で見ると年収をもらいすぎている人が多く、転職時でも思うようなオファーが出ずに苦しんでしまう人が非常に多いです。このような状態の大企業病にかかっている人たちと面談する際に、私は、あなたは今胃の中の蛙状態になっているとよく言っています。
この状態に陥ってしまうと、自分の価値や評価について社内価値のみで錯覚してしまい、外に出た際に自分が相場や実力以上にかなり高い給料を得ていることに気づかないのです。結果としていざ転職活動をしようとすると、自分の市場価値の現実を見てショックを受けたり、ずれた認識や振る舞いをしてしまい、転職ができないなどの事態に陥ってしまいます。またこれは大企業だけではなく、相場より高い給料がもらえる優良中小企業、ニッチトップのメーカー企業に所属している人たちにも当てはまります。もしこの動画を見て周囲や同業界と比較して、少しでも自分は相場より年収が高いかもしれないと思ったなら、転職するしないに関わらず一度転職活動をしてみることをお勧めします。転職活動は何も転職すると決めている人が行うものではありません。どんな企業にオファーがもらえるのか、自分が行きたいと思える企業の必須要件を満たせているかなどを把握し、自分のスキルの相場感を把握することも転職活動の醍醐味の一つです。自分の相場感を把握することで、大企業病の末路の一つである胃の中の蛙状態の予防になります。自分の理想や得たい評価を勝ち取るためには、どんなスキル、キャリアを身につける必要があるのかを客観的に把握することができるので、非常におすすめです。大企業病にかかってしまった人の末路2つ目は、指示待ち人間になってしまうです。大企業の特徴として、統括部長、部長、部長代理、課長、課長代理、係長、メンバーなど、組織が細かく階層に分けられているケースが多いです。また一つの役職、例えば営業に関しても、顧客や業務を細かく切り出されています。このような組織だと、俗に言う縦割り組織になりやすく、業務が常に上の役職の人から降りてくるものという構造や認識になってしまいます。もちろん業務が上司によって定義化、タスク化されていると、手順が明確で生産性も高くなりやすいというメリットはあります。しかし一方で、上司から指示されたこと以外はやらない、やり方を教えてもらわないと行動できないなどのスタンスになってしまい、自走力を失ってしまう可能性が大いにあります。ここで問題なのは、大企業に所属している限り、むしろそのような仕事の仕方やスタンスを求められてしまう可能性があることです。大企業としては、むしろ仕事の生産性を高めるために、分業化やマネジメントの階層化を進めているわけなので、結果として与えられた仕事を文句なくこなせる人を求めてしまうのです。これが非常に厄介で、大企業病の症状でありながら、会社としては与えられた仕事だけをこなすことを評価され、いつの間にか一つ目の胃の中の蛙になってしまうことが非常に多いのです。結果としていざ転職活動をしようとした場合、自分で主体的に動いた経験がなく、どこからも内定がもらえなかったり、仮に転職できたとしても抽象度の高い仕事を求められたり、自分で仕事を作らなければいけない時に対応できず、活躍できなくなってしまうリスクがあります。そのようなことにならないよう、もしあなたが大企業で働いている場合は、今の評価や仕事に常に甘んじず、積極的に提案したり、自分から仕事を作りに行くなど、主体性を持って仕事をすることをお勧めします。与えられた仕事をこなすことが評価されるとは言いましたが、その仕事をきっちりこなした上で、自分から提案したり新しい仕事を作りに行くことは評価を下げることにはなりません。むしろ統括部長や役員などのポジションは、事業を成長させるために仕事を作り出すことこそが仕事なわけですから、評価されないわけがありません。結局、大企業の中でも大企業病にならず、異例の出世を実現している人の大半はこのような特徴を持っています。大企業という環境が大企業病を引き起こしてしまうのは事実ですが、結局大企業病になるかどうかはあなた次第です。あなたの仕事ぶりでいつでも活躍できる可能性があることを忘れないでくださいね。大企業病にかかってしまった人の末路3つ目は、今の会社でしか活躍できなくなってしまうです。これは1つ目2つ目と共通していますが、大企業は業務や役割の細分化が進んでいるので、いつまでも部分的な業務をしていくことになります。例えばとある大手お菓子メーカーの営業をしていた場合、その会社でのキャリアや仕事はずっとスーパーやデパートへの卸売営業になります。またエリアや顧客も非常に限定的なため、パターン化はできて効率的に働けるかもしれませんが、それでは別の商材や職種への適応力や応用できるスキルがいつまで経っても身につきません。
この状態を40代50代まで長く続けていると、結果としてお菓子メーカーの卸売営業という超限定的なスキルしか身についていないので、転職が難しい人材になってしまいます。動画の冒頭でも言っているように、終身雇用が崩壊し、複数の会社で勤めることが当たり前になっている世の中ではあります。そのため一社でしか通用しないという状態が何よりもリスクになっているのです。実際に東芝やパナソニック、その他の大手企業でリストラされた人たちの中でも、最終的に年収を半分にまで落として正社員就職した、正社員では就職できなかったので非正規社員として就職したなど、今までの待遇よりかなり低い形でしか就職できなかった人も多くいらっしゃいます。しかし2つ目の末路でも申し上げた通り、大企業に所属している方が全員このような状態になっているわけではありません。主体的に仕事をしていたり、そこで異例の出世をしている人材は、仮にリストラされたとしても中小企業やライバル企業の部長役員に転職している人もいます。あくまで大企業病に全員がなるわけではなく、その会社に染まってしまうか、それともその中でももがいて結果を出しスキルを身につけるかで結末は大きく変わります。そのことをしっかり踏まえた上で、視聴者の中で大手企業に勤めている方、中小企業ではあるけど大企業病のような特徴の会社にいる方は、自分がその会社にいるにしても、自分が会社の中でどのようなスキルを身につけるか、キャリアパスを描くかは絶対に考えなければいけないことでしょう。最後にまとめとして、大企業病にならないためのポイント、大企業病からの脱出ポイントをお伝えさせていただきます。まとめの前にお知らせです。弊社アクシス株式会社では、転職を前提としない有料キャリアコーチングサービス、マジキャリを提供しています。理想のキャリアになるために必要な自己分析やキャリアの棚卸しを、プロのキャリアコーチが徹底的にサポートさせていただきます。キャリアに関する悩みを抱えている方、初回限定の無料キャリア面談でお待ちしておりますので、ぜひ概要欄をチェックしてください。また自分の市場価値に不安がある方に向けて、1分で完了する無料の市場価値診断サービスを LINE で提供しています。キャリアに関する有益な情報を発信していますので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。それでは大企業病にならないためのポイントをお伝えさせていただきます。それは非常に単純で、今の会社のポストや評価に甘んじず、常に外の世界を見ることです。大企業病に陥る人たちの共通点は、外の世界ではなく自分の会社の中しか見ずに、世間の評価と自分の評価がずれてしまうことです。そのために常に自分は外の市場ではどう評価されるかを日頃から情報収集しておく必要があります。その中で他人からの評価を把握し、必要なスキルやキャリアパスを歩んでいくための逆算計画を練ることをお勧めします。ただ逆算計画を最初から考えることは非常に難しい行為なので、まずは外の世界からの自分の評価を知ることで大丈夫です。もしあなたが、とはいえそんな方法わからないよと思ったら、一つ目の末路でもお話ししたように、ぜひ一度転職活動をしてみることをお勧めします。これはなぜおすすめかというと、外の世界の評価を知る上で、ここまで残酷なくらい他社や市場に評価されることはないからです。面接や書類を出すことが怖いと思う方は、転職エージェントに相談するだけでも大丈夫です。外の世界を見ることは非常に勇気が必要です。その時自分の未熟さに直面することもあるでしょう。しかしその一歩を踏み出したからこそ、現状維持ではなく次の成長や未来に向けての一歩が踏み出せるはずなので、ぜひ試してみてください。動画のご視聴ありがとうございました。もしあなたが大企業病にかかっているかもと思ったり、今後のキャリアが心配な場合は、ぜひ弊社のキャリアコーチングサービス、マジキャリを頼ってみてください。自己分析を通じて、あなたのキャリアを一から作るパートナーとして一緒にキャリアを作っていきます。この動画が良かったと思う人は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。取り上げてほしいテーマや感想などあれば、ぜひコメント欄にも記載してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。